でも多分ダメ。髪をね、今日はね、アイロンしてないの。だからめっちゃ跳ねまくってるんだけど。この長さにするとね、お手入れが大変なんだよね。長い時より跳ねるから。えいかさん、クマありがとうございます。たかさんもクマありがとうございます。めっちゃ跳ねちゃう。しかも今日アイロン一回もやってないから、短い方が楽だと思ってた。いや、そう思うじゃん。違うんだよね。前回切った時と同じぐらいですね。まあ、若干今回の方が長いかも。なんかね、髪の毛乾かしたりするのは圧倒的に短い方がいいんだけど、そうなんだけど、こういうアイロンとかヘアアレンジとかは圧倒的に長い方がしやすいんですよ。しゅんくん、かわいい、ありがとうございます。こんな感じだね。はい、外羽。いや、本当にね、外羽が。でもこの長さになったから三つ編みがしたいよね。あっち、頭軽くなるもん。でも髪の毛めマジで半分の量ぐらいに空いてもらったから、マジで短、あの量少なくなった。グッチーさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。15日の逆上げで長さチェックしに行きます。 OK。 これから出かけなくてもアイロンする。そう、配信のためにアイロンした。何日目だ今日。何日？1626。でもさ、インスタとかにさ、髪の毛切りましたって書いたらさ、前の長さの方が良かったですってコメントしてくる人はマジで何、どういう意図があってコメントしてくるの。可愛いでいいの、そういう時は可愛いって送ってけいいのに。シャンプーめっちゃ楽になる。そうだ、あのさ、うん、結構しょんぼりするのがしょんぼりすることがあってさ、あのさ、トリニータのホーム最終戦、ザスパーかな、群馬との試合の時、私行けない可能性出てきたんだよね。だから結構お仕事が入りそうで、昨日マネージャーさんから連絡があって、もともと言ってたの、その日だけお願い絶対に開けてほしいみたいな。例えばもしひまわりとかだったら、お願いごめんみんなじゃない人にしてって言って、お願いみたいな、絶対その日開けてほしいって言ってたんですけど、昨日マネージャーさんから秘宝と朗報があるんだけど、どっちが先に行きたいって言って、秘宝って言ったら、トリニータ最終戦ホーム行けないかもってきて、え、なんでっつってそしたら、お仕事入るかもって言われて、で、そう、マジかっつって、朗報はって言ったら、そのお仕事の内容を教えてもらったんですけど、いや、もう確かにめっちゃ朗報なの、超朗報だったの。そうだし、相手のお仕事側さんからオファーみたいな出て、ぜひぜひみたいな感じで言ってくれたらしくて、なんかめっちゃ朗報は朗報なんだ
だけど秘宝は秘宝すぎる。サンジの雑誌の件、え、もうそれ出てるの、それ10月20ってさ、私多分お仕事じゃなかったっけ。19がオンライン、20はない、何にも。オンライン今んとこ大丈夫、警報は大丈夫。M ちゃんが私の店どこ、そこ私お友達のとこに切ってもらってるから、誰々、多分私メンバーと一緒じゃないと思う、髪の毛切ってもらったりするの。20オンラインだけどチームメイトだけじゃないかな、本当。20ってさ、20ってホーム、ホームだったらワンチャンいけるかも。アウェイだったらしんどい。ホーム？待って、いけるんじゃない？水戸線？いけるんじゃね？20はワンチャンいけるかも。ただそのホーム最終がいけなそうなんだよね。でもなんかさ、長崎線も来てくださいみたいなDM とかで鳥サポさんから何人か来たんだけど、あの6日は私ここ点出てるから絶対いけないんだよね。髪に関してはこれ、髪の毛はあのチャットに書いたんですけど、みんなから染めたって聞かれるけど染めてないです。私髪染める予定今んとこないかも。1ヶ月に1回お直し行かないといけないなんて絶対無理。まあでも結構凄めのお仕事、凄めって言い方したらちょっとあれかもしれないですけど、そう、もしその3日ホーム最終戦行けないってなった時のお仕事が割とまあなんかすごいメンツみたいな感じだったので、まだ決まってはないからあれなんだけど、そう、でも行けないかもしれないっていう。長崎そう新しいスタジアムだから、もし仕事なかったら行こうと思ったら公園でした。ワンちゃんとか思ったら公園でした。人気のぼり調子やめて。でもさ、なんか私さ4日までお休みなんですよ、実は。4日の逆上がりまでなんだけど、そこまでお仕事全く入ってなくて結構メンタルきてるなんかさ SNS 見てたらみんななんかさテレビお仕事入っててさ、え、私入ってないみたいな私何もお仕事ないんだけどっていう。その明日からちょっと自主練でマジ詰め込みに詰め込まなきゃいけないんだけど、そうなんだけど、ちょっとお仕事が、お仕事したくてお休みしたくない。まあでも明日から本当マジで頭おかしくなるぐらい詰め込むので、明日明後日し明後日5日とかで応援してて、みんな。うん、ユニバ、いやそんなのね行ってる暇がない。明日ももう自主練行くって決めてるし、明後日も自主練です。何曲覚えるの？20ちょっとぐらい。休みが続くと、え、めっちゃ不安になる。私休みダメなんだよね。おお、えぐ。まあなんとなく察してると思いますけど、4と6はい、皆さん4と6のために私は20何曲一気に頭に、まあ振り新しく新規じゃないからあれなんだけど、
目かわいい。ちょっと待ってよ。この長さ好きな人、男の人ってなんかこのぐらいの長さ好きなイメージあるかも。10月30発売ビッグワンガールズにネちゃんの名前載ってたよ。あの公式から、公式っていうかそこの公式から詳細が出たらまたちゃんと告知はするので、まあでもなんか HKT のなんか月別の活動なんたらにリノの名前があったらしいので、まああれかもしれないですけど。実はね、まあお楽しみにぐらいで。楽しみに。待って、私松葉いつやった、前回本当にちょっと松葉したくて仕方ないんだけど、でも多分十何日とかやってんだよな、先月の。多分ね、タクナル収録の時の前日か前々日とかにやった気がする。10日がタクナルだから、いつやったっけ、松葉。でももうちょっとでワンチャンできるんじゃない？もうそう、最近な気がするよね。どうなんだろう、いつやったっけ。タクナルかキャナルかなんかに合わせてやった気がするんだよな。その後一回やったかな。あ、9月9日にやってるわ。あ、じゃあワンチャンもうちょっとでできるじゃん、マツパ。もうちょっと、もうちょっと、5日に行こうかな。5日ならいけるわ。だいたいね、1ヶ月は空けなきゃいけないんですよ。ひなちゃんとの秘密、ひなちゃんとの秘密。4日逆上がり、東京からうち、オッケー、確かに来てください。そう、1ヶ月空けないとまつげがボロボロになっちゃう。視界は広くなりません。そんななんかまつげ上がってこうベギーとはなんないですから。でもまつげがねボロボロなの、まあ、だから4日の公演さえ我慢すれば感じだな。やっぱ集中できないよ。逆上がり2時、ちょっとありがとう。4日の逆上がり、ぜひ皆さん来てください。右足の小指の爪がなんか半分ぐらいなくなってる。どっか行ってる。髪短いリナの公演のあれ見れるよ、みんな。プレステチケット取れたから会いに行く、ありがとう。待って、そうだ、リナスタ、これさ、結局さ、ラスト1個さ、集められないまんま、なんか開いてない気がする、あれから。やった、100ポイントが当たった。HKT 中東寺さん、ありがとう。昨日送ってくれてたみたい。昨日かな。もうさ、10月って早くない？やばいよね、怖いんだけど。あ、当たんないわ。忘れてた、レジェンダリー。
地味に嬉しい。それな。てか最近さ、 YouTube 収録全然呼ばれない。今も YouTube 収録したいんだけど、たっとうとしたいって言ったんだけど、なかなか呼ばれないんだよね最近。ショック。てかご飯のお供ワングランプリ、私あれ出る予定だったんだよね。それがなんか撮影の日が確か台風かなんかでなくなって、先月の先々月かの30かななんかで台風でなくなっちゃったんですよ。でその時にアンケートでなんか何作りますか、何作りたいですかみたいな、材料用意しますっていうのが来たから送ったんだけど、なんか次収録するときなんかあれ呼ばれてなかったな、なんでだろう。直今年もまた痩せられないままです。頑張れ、最後ダッシュを決める。ダッシュを、ラビリンス感謝祭と、あ、そう何人かいたねさっきコメントでも、ラビリンス感謝祭するとしたらモンブランご飯とかにしようかな。ゲーム配信はね、冬になんか一個考えてます。ハロウィン祭り的なやつ実現、知らない、わかんない、どうなんだろう。言っては見たけど、まあ多分本当に忙しいのよ今月。そのブースティーのやつもあるし、アイア公演もあるし、末にはあれが始まるじゃないですか、あの周年リハが始まるから、マジで忙しくて。ゆうさん、おししかかたん、ありがとうございます。防災修練所どうなんだろう、来るのかなあれ私に。とりあえずなんかテレビ出たいな。クックのゲーム今日ちょっとしたけど一人だったから難しかった。4日6日の公演さ、間に合う自信ないな。フリーレが頑張るしかないんだけどさ、冠も欲しいけど、でも普通にテレビに出たいな。でもさ、この前のタクナラのロケでさ、できなさすぎて結構落ち込んだからさ、やっぱまだ早いのかなって。でも6年目にしてテレビまだ早いとか言ってるじゃダメだよな。でもそこでなるちゃんが見守ってる。なるちゃん、あと家にシャインマスカットが3房あるんだよね。ねねさんにも誕生日プレゼントで3房あげた。2キロかな約。塩抜きはって一番初め何食べた？生ハムかな。でもなんかね、栗山家の人間ってね、量あればいいって思ってるのかわかんないですけどなんかこれ私が一房食べたいみたいで、ねねさんにあげたいんだよねって言ったら、2つ合わせて4キロ届くっていう、まさかの、え、うん、いやすごい嬉しいんだけど入らないよね冷蔵庫にっていうそうだから、あの一箱で3房空いてて1個もらってねねさんに2個あげるぐらいにしようかなと思ったら、まさかの6房来て、え、どうしようっていう。メルコさん、クマありがとうございます。あ、キョンシークマか、それ4キロで多分6房じゃないかな。なんか箱に2キロって返してたから、
一箱に、二箱来たんですよ。で一箱に酸素入ってたから、そう、THY さんパックありがとう。常温大丈夫ね。だから冷蔵庫にめっちゃもう頑張ってぶち込んでる。ゴキにあげないの。会うって時がないんだもん。公園ぐらいしか会う時がないから、どうしようかなって感じ。とりあえず後で食べようかな。コッペたちが博多のおかわりパッケージ。大分の何がいい。とり天せんべい。とり天せんべいか。で緑牛乳と、緑牛乳好きなんだよな。そうね、リノはね喜ぶと思う、あげたら。ただ取りに来るか問題。聞いてみよう、明日事務所来る人いるって。ご帰省あえて何も言わず、明日何時から何時で事務所来る人いるって送ってみた。あえて何とは言わず。ウィンナー焼くと切れ目いらない。ウィンナー焼くときに切れ目を入れずにこうバツバツになる感じ、あの中で絶対爆発するでしょこれみたいな状態で食べるのが好き。熱いけど、だけど、自主練来た人へのご褒美っていうか、そう、あのはち切れてる感。でも多分誰も返事来ないと思う。行かないとかも来ないと思うし、そう、みんな意外とクールだから返事来ないんだよねこういう時。劇場販売してるウィンナーもできればいてほしい。無理ですねそれは、レンチンですね多分あれは。既読は、そう既読はつくんだけどね、みんなねこういう時ね返事をしないんですよ。でまだ一人しか見てないわ。
一人が誰か分かんないけど。あら、ティーチャーさんまた送ってくれてる。あれ、ボイルなんだ。あー、出ないな。ウィンナーに合う推しドリンクって何？炭酸系飲んだらええんちゃう？あ、ビールとかお酒系ね。お酒ってオッケーなの？そもそもそこ。お酒飲まないからな、マジで。本当に飲まないから分かんないんだよな、何が合うとか。初期はお酒あった？あ、あったんだ。ジンジャーエール、本当それな。ジンジャーエールだけがいい、もはや。そうだ、私コントローラーを充電しておきたかったんだって。ずっと使ってるから。ピクミンなんか意外と楽しい。ピクミン楽しいんだけどさ、たださ、そのあの話が長くて、他の人たちが話す話が、ピクミンの中に出てくる隊員とかが話す、結構困ってる。全然ね、しかも押せないの、先に進めないの。なんかコマンド早送りみたいなの押したけど、それでも全然早くならない。コマンド早送りって合ってる？これね、入社事務所来ないって言ってたもんな。なんかニキビが。あ、そう、ピクミン4です。長さかい。そうでしょ、ピクミンってどうしたか。ピクミンめちゃ投げる。でもなんか一人でやるゲームに最近そのハマりたくて、もう時間を忘れて一人でゲームをしたいみたいな。でやっとピクミン始めれたんだけど、他になんかあるのかなと思って、一人でやる系のゲーム。そのピクミンの中に出てくるさ、あの私が今日ストーリーのしてたピクミンのさ、あの一緒に走り回ってるワンちゃんみたいにいたじゃないですか。あのワンちゃん泳げないらしくて、今日間違えてみんな池に落としちゃったんだよね。自分が池に入ってったらさ、ついてくるんですよ。そしたらさ、溺れててさ、あーごめんごめんごめん。あとピクミンなんか時間内にその基地みたいなところに戻らないといけないんですよ。そう、でもその時間内に戻らないと危ないんだけど、時間それまでに全てのピクミンをこう自分のとこに引き連れて戻ってこいみたいなのあったの。でもなんか2匹どうしても見つからなくて、時間が足りなかったから、そう、あの2匹死んじゃったんですよ。そしたらあのピクミン時間を巻き戻してピクミンを復活させますかみたいな、もしくはそれとも進めますかって、めんどくさくてもそのまま進めるを押しちゃった意外とみんな冷徹人間なのかもしれない。まあいっか、ピクミン2匹ぐらいならまたすぐまたすぐどうせ捕まえられるしと思って2匹見捨てましたそう、生えてくるし、ピクミン。もう現時点で赤ピクミン100何匹いるしね、キッチンみたいなとこに。
赤あげ、でもね、赤とあと氷ピクミン、氷ピクミンっぽいしちゃった。なんかそのワンワンにクンクン匂い嗅いでもらって、そのピクミン、色がいるピクミン探してもらってる。あつ森をやったことあるけどさ、あつ森一旦ちょっと飽きた。なんか進めていく系がいいかも、ストーリー。どんなゲーム、今んとこわかんない、どんなゲームなのか、何なんだろう。とりあえずなんかオリマっていう、まあ、よく聞くじゃないですか、オリマってあの鼻がでかい、あいつがなんか全然違う惑星に探検に行ったら、あの機械壊れちゃって遭難しちゃったのよ。で助けてもらうために、そのオリマが所属してたそういうなんか研究じゃないけどしてる人たちに助けてって送って、そいつらが分かった助けに行くよって言って6人ぐらい助けに行くんだけど、そしたらそいつらも遭難しちゃうの。だから自分はそので、自分もその研究所の人なんだけど、その研究所の見習いなんだけど、その助けに行って遭難した人たちを一旦助けるっていう、で最後にオリマを助けるみたいな感じっぽい。うん、だから今私は今私はその遭難しちゃった6人を今助けてる。ピクミンとか引き連れて、ピクミンとワンワン引き連れてって感じかな。説明してもらったのに一瞬飛んで、最悪最悪、せっかく説明したのに。まあ、とりあえずだからあれだね、あのオリマーが遭難して、その遭難を助けに行こうとしたら6人がまた遭難するから、その6人を助けるっていう、まず一旦で、多分最終的にオリマーを助けに行くっていう話です、多分だけど、めっちゃ簡単に言うと。でその間にまあピクミン引き連れたりとか、ワンワンと協力しながら頑張ってるよっていう感じなのかな、多分。何ピクミンまでいるんだろうね。多分そういうあれだと思うけど、二重遭難って言うらしいよ、こういうの。2はオリマーの相棒がラスボスの背中だった。え、そんなことある？オリマーの相棒なんか色が緑とかだったっけ。それまでも今助けに行ってます。なんかさ、一人でさやるスイッチのカセットでおすすめがあったら皆さんください。今日やっとさ、亀子さんの写真をさ、こう全部見返せた。全部かわかんないけど、ちょっと放置してたんですよね。結構いっぱい載せてくれてたから、どうしようどうしようって思ってたら、どんどんいっぱい溜まっちゃって、全然あれできなかったんだけど、チェックが。やっとチェック終わりました、今日。マジで圧倒的にあれが多すぎて、なんだっけ、あ、ミスコンが多すぎて結構すごいすごいすごいって感じ。ミスコンミスコンミスコンみたいな。スターオーシャン、お、初めて聞いたかも。ピクミンゲーム配信向いてないと思う、多分。あ、どうなんだろう、向いてるのかな。でも今回あれだったよね、亀戸石がさ、下手上手みたいな感じで固まってたからさ、反対側にいたらそもそも取りにくいよね。
ゆうちゃんとのキス写真はあれキスしてません。豊永さんがニナちゃんにしかモテなかったってストーリーのせて笑ってね、イケメン2人と写真撮りましたし、スプラトゥーンね、なんか下手だったんだよね。めっちゃストーリー進めていけがいいな。だからそのオンラインで戦うとかよりはでもそっちの方が向いてそう。これお気に入りは、私が昨日かなんかストーリーに載せた制服の写真、あれ結構好きかも。なんかでも古川さんがツイッターでなんか載せたよね、リナのなんか撮られ方がめっちゃ上手になってるみたいな。ポケモンで今ポケモンでいい、でもポケモンわかんない。でも今のポケモンなんかメガ進化とかよくわかんないマナーあるし。ブラックやったことないね。なんかストーリー系じゃないと多分私あんまりハマれないんだよな。なんか同じことを繰り返すだけってあんまりかも。まあ言ってあの例えばなんか誰かと一緒にこうランクマッチとかで上を目指していく系、まあ、それで言うとさ第五人格とかさ誰かと一緒にやってたじゃん、メンバーと一緒に。だからそういうのがあればその一緒に協力して上を目指すぜみたいな、もっと強くなるぜみたいなできるんだけど、嘘じゃないのはだとただの戦い系だと結構あれかも。コンサート前に渡すと犬ちゃんの血を持ってる人だ。本当？レイトン教授なんか聞いたことあるな。レイトンやったことはないけど、表情が微妙なやつストーリーでメンション取って確認してもあ、いいよ、オッケー。でもなんかめっちゃ反面のやつとかすごいいっぱい載ってて結構ちょっと恥ずかしいから反面やめてほしい。すっごい反面なのにさ容赦なくバンバン載せるじゃないですか。載せる人って気をつけてくれてる人は全然載せんだけど、そうじゃない人ってマジで本当に容赦なく反面ばっか載せるからさ、なんかもうすごい顔のやつとかいっぱいあるからさ、ちょっと恥ずかしいから載せないでほしいんだよな。めっちゃ変な顔になってんのマジで。マジで面白い顔ばっかり。どこも行っても必ずニナちゃんの家を持っている人いた。本当？それは私も嬉しいな。HK ちょっと一番ゲームやってます。あら、なんかピクミンとかそっち系でさ可愛い系のストーリー進めていく系のゲームない？一人で楽しめるやつ。あ、そう、スイッチで。口慣れなすぎて面白いのありな。自然体っちゃ自然体だけど。あー、お仕事したい。外仕事、外仕事。
昔メンバーに告白するゲーム、何それ、愛してるゲームじゃなくて、見下ろし型、何それ、キラキラ紙吹雪がお胸に乗ってましたね。そう乗ってたね、確かにここにね。いや全然痒くなかった。短いの過ぎて切りたくなってってよくない。でもなんか私さ、なんていうの、あんまりさ私の真似をしたとか言われるの好きじゃないんだよね。あ、じゃあなんか私の真似をして切るとかならいいんだけど、そのもともと短い人から私の真似してくれたんだねとか言われるの好きじゃないんだよね、あんまり。わかる、言いたいこと。とかなんかさ、その髪型とかのさストーリーとかでさ、このこれやってほしいみたいな結構書いてくれるじゃないですか、みんなに質問したら。その時にいろんな人が同じの書いてたからそれにしたのに、なんか私が書いたからだとか、そなんか自分も書いたこれにしてくれたのは嬉しいならいいんだけど、私がとか、そうなんかその自分がっていうのがあんま得意じゃないんだよね。なんかそれ書かれるとちょっとなんかうーんってなっちゃう。おはんま、わかる、ありがとうございます。そうなんかあんま好きじゃないんだよな。なんかそういうの書かれだすとその人が書いてるやつ何もしたくなくなっちゃう、逆に。タイミングよく、めっちゃタイミングよかったね、確かに。そう、なんか逆にそういうの避けるようになっちゃうんだよね、そういうこと書かれると。だからなんか私の真似をしたとかなら嬉しいんだけど、普通に「あ、真似してくれたんだ」とかね、逆が嫌だ。まあでもこれもわがままなんだろうな、私の。そんぐらい受け流せよって話なんでしょうけど、なんか嫌なんだよね。自分のために何とかしてくれたって書かれるとさ、そうなんかそうじゃないのに、なんか他のファンの人がさそう思うのが嫌なんだよね。なんかこの人のためにやってあげたんだみたいな、なんか自分たちの意見は関係ないんだじゃないけど、なんていうの、そうみんなが書いてたからやったんだけどなみたいな、なんかおきにとかだと思われたくないのよ、そういうの書かれて。姉ちゃんと同じ三つ編みだって言ったら、みんながいや違うやろあれは。そう、そうそう、なんか私が言ったからしてもしてる感出されるとちょっと嫌かも。あとなんか、まあ、認知だけに重きを置いてる人、逆にあんま認知した、認知っていうかレスしたくなくなっちゃう。なんかもうそういう人ってだってレスしなかったら怒るじゃないけど、なんかあれなの分かってるからさ、どうせレスしなかったらさレスしてくれる子のとこに行くの分かってるから、そういうレスくださいレスくださいっていう人だから、なんかレスくださいってめっちゃなんかそのためだけにみたいな感じだとちょっと嫌かも。今の長さ、やだ、この長さどうだかしたくない。なんか変な感じになりそう、やだ、ダメだ、前髪上げるのは長い時じゃないと無理かも。いやなんかそれが私のファンでもなんかなんて言うんだろう、レスなんかなんで私のこと好きなんだろうってなっちゃう。レスばっか求められると
て言うんだろうね、別にレッスンくださいって思うのもいいことだし、別にちょうだいっていうのも悪くないんだけど、なんかレッスンのためだけみたいな、みたいな感じの言い方の人とかいるのよ。レッスンのためだけっていうか、なんかレッスンもらいたいのは当たり前だから、そこは別にいいんだけど、なんて言い方したらいいんだろう、でもなんか例えば座席表とか載せてさ、もしなんか余裕があったら見てほしいなとか言う人の方が私は見たくなる、そっちに。あ、そう、レッスンに固執していちゃってるのかな。そう、なんかそう、レッスンくれないと無理なんだけどみたいなタイプより、なんか余裕があったらこっち見てくれ、見つけてくれたら嬉しいなの方が、あ、見つけてあげようってな、見つけちゃうぞーってなんかあんまそういうことを言われすぎるとなんか疲れちゃうアイドルなのにアイドルなのにそんなこと言っちゃダメなんだろうけどさ、なんか、そこばっか考えなきゃいけなくなっちゃうから、踊ってる時に、あ、今日もなんかレッスンあげないと書かれちゃうのかなとか、レッスンしないとあれなんだろうなとか思って、なんか変に公演に集中できないし、変に疲れる。それはやだなって感じ。そのレッスンしなきゃしなきゃって思いながらレッスンしたくないじゃないですか。こういうこと言ってるからファン増えないのかな。増えたんですけどね。見送りで笑わせようと思ってるな。いや別にありがたいよ。疲れた体にね、面白い言葉、面白くなかったら孫になっちゃうかもしれないけど、面白くないっつって勝手にそう思えた。いや、それはいいよもしかしたらみんな心の中で公演後にレッスン、ハートのレスクレーター、ごめん違うんだけどなって思ってるかもしれないけど、お見送りで見逃されたい、あるよたまに。お見送りなちゃんどこにいるか分かんなかったいたいたっつって、DM より X が多いかな。配信終わったらもうちょっとだけピクミンの続きをやります。私は B さんのツイートにいいねとかしといた。充電器私の足でブチってやっちゃった B さんの衣装私ずっと着たかったんだよね。やっぱこうさ、 B さんって選ばれなくて結構さ悔しい思いをした公演じゃない CD だからさ、個人的には、まあ、君はもっともそうなんだけど、でも B さんこそ選ばれたかったなってめっちゃ思う、シングルだったからさ、 B さんの衣装めっちゃ着たかったんだよね。 B さん衣装あれ花さんのです。最近黄色、なんかね黄色が最近多いよね。
まあそのあの B 最初は花さんが着てたやつだから黄色なだけなんだけど、あれマジで着ないよね。なんかどっかイベントとかでまた着たいんだけどな。なんか着れる案件ないかな。でもめっちゃね言われる、メイクさんに黄色めっちゃ、メイクさんじゃない衣装さんに黄色似合うって言われる。なんか最近黄色の衣装私に当て込むことが多いらしくて、悔しくて MV 見れなかったって今回選ばれて振り返って MV 見た。自分の見たけど他の見てない。見なきゃダメなんだろうけど、でもこれなんか見てないみたいなツイートの動画みたいなまとめてくれてる人の引用リツイートが見れなくて怖かった。なんて書かれてるんだろうと思って。色の似合う似合わないって何なのか。でもまあそれこそあれじゃない、ちょっと前にあれ出てきたイエベブルベとかじゃない。新曲の T シャツは黄色は関係ないです。あれはエミリーさんがもともと黄色で、黄色が一人減ったか黄色になっただけですね。え、なんか爪に横向きに線が入ってる、怖すぎ。最高かよはあれはさくらさんの衣装です。だから亀子さんのシーンとか見るとさ、もうあれ無理やりさウエスト締めてるからさ、ウエストがキュッてなってて面白い。なんか一人だけウエストがキュッてなっててさ、あれ無理やり締めてっからね、本当にびっくりするぐらい無理やり。黄色ティーマートとかあいつ届くんだろう。あ、今日なんと生誕ティーと生誕タオルのデザイン決定っていうか、あのこんなのになりますよっていうのが来ました。T シャツお楽しみに。タオルはもうあのタオルも買ってほしいけど、タオルはガチ完全に今回ネタすぎるので、はい、あのはい、買わなくても大丈夫って言ったらだけど、絶対いらないっていう人いっぱいいると思う今回のタオル。今生誕委員何人いるんだろう。私は生誕委員さん何人集まるかな。そうそう、生誕グッズ告知あるかな。おお、今年もまあまあ集まってますね。いい感じですね。たまにもらえたらいいなと思う。あ、突然レス、いや、あげてたんだけどな、すれ違いだったのかな、目線の。まあ、ぜひよかったら生誕委員入ってください。楽しいと思います。私は生誕クスタ多めに準備してほしい。でも多分多い人で上限あるよね、何個みたいな。ペンライトしかない。いや、むしろペンライトの方が見つけやすいんだよ、うちわより。近くに行った時はペンライトもうちわもあったらめちゃ見つけやすいけど、コンサートとかやっぱ遠い時とか公園の席遠い時はやっぱりペンライトの方が見つけやすいよ、光ってるしね。名札は見えないね、お見送り用だね、完全にお見送りと握手用。うちはもうペンラだけにしてる。ペンラだけでも全然、うちはだけかペンラだけどっちがいいですかって、私はペンラだけがいいと思う。今年は生誕何月、1月か、まあ、どうせ1月だよね。
お手紙誰かな、ねねさんかな、ねねさん、ねねさん書いてって言ったら、なんでよって言われた。ねねさん、しゅん、両方だよ。それは別に全然、両方だったら両方の方がありがたいかも。片にしようかみたいな、なくなっちゃったもんね、目指せ100枚だったのに。今回も電池少なくて水色が淡緑色ね。本当にたまにいるんだよ、ね、なんかあれ私のファンの人だね、あの人みたいな。さっきまで水色と白だったのになんか黄緑と白になってる、なんでだろうってなる人も。電池当日セーターは絶対ないと思う。姉ちゃん、姉ちゃんの誕生日なんかメールに書いてくれたらしいね。メール取ってないから見れないけど、ペンラ振ってるうちに色あせて、いや本当にね、私も焦る、あれあれなんか色変わってるよって。毎年生誕祝の幽霊部員、全然いいよ、ありがたい、入ってくれるだけ嬉しい。なちゃんがいない公園行ったから初めて違うメンバーに来た。なちゃんがいない公園に行ったの。正月と一緒、いやでも正月と誕生日はさすがに違うかな、お祝いが。日本チェーンと全てスイッチが変わっていく、そんなことあるの。100回にしないと、あ、そういうことね、100円目のためね、それはありがとう。あと3分だ、今日早いな。見せびらかしてるの、見せつけ、見せかけて実は悪行してました。で皆さん生誕祝、ぜひ皆さん生誕祝お願いします。こう次の子に髪の毛は下ろしていこうかな、さすがに。中根めぐみちゃんが一日違いね、びっくり、一日違いの子がまさか入ってくるなんて。じゃあ13位 BB さんありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位まさみやさん、吉田さん。11位まさるさん、ごめんありがとう。10位みつごろさんありがとうございます。9位ごはんまんありがとうございます。8位めるこさんありがとうございます。7位ぐっちさんありがとうございます。6位たかさんありがとうございます。5位しゅんくんありがとうございます。4位えかさんありがとうございます。3位しょうじろうさんありがとうございます。2位青白たけさんありがとうございます。1位ゆうさんありがとうございます。ごめん名前間違えちゃった、まさるさんごめんね、ごめんね。いっぱい読んどこ。まさる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 。ごめんの気持ちを込めていっぱい読みました。じゃあ皆様おやすみなさい。もうちょっとだけピクミンして寝まーす。See you next time。 合ってる英語。じゃあ全然なんて優しいんだ、ありがとうまさる。じゃあこれマサル側間違ってたら面白いね、次。まさかのそこを間違えるんかって、合ってるよね。じゃあ皆様おやすみなさい。